11月12日から17日までお家で楽しむワインフェアを開催いたします。東武一押しのワインと食事のマリアージュをご紹介します。それではどうぞ。こんにちは、センチュリートレーディングカンパニーのソムリエの三村拓司と申します。今日ご提案させていただきたいマリアージュはこちら、メゾントタストリウムの、コトーブルギニオンの赤ワインとカマンベールチーズでございます。まずこちらコトーブルギニオンなんですが、ブルゴーニュ地方の南の方の地域でピノノワールとガメイという2つの品種を使っております。もうブルゴーニュの中で、ピノノワールは単一品種として大変有名な品種なんですが、もうちょっと下のボージョレーという地区の土着ブドウのガミをブレンドすることで、ちょっといちごっぽいニュアンスと綺麗な優しい甘みと酸というのがバランスのいい味わいに仕上がっております。でこちらカマンベールチーズなんですが、ブルゴーニュの赤ワインとの相性というのはもう抜群なのは皆さんご存知かと思うのですが、白カビでかつクリーミーで柔らかい何とも言えないまろやかな味わいの塩味の効いたカマンベールと、このちょっといちごを思わせる甘みと酸味のブルギニオンの赤ワインとのマリアージュは口の中でちょうど混然一体となって優しいうまみに仕上がっていますので、こちらマリアージュとしてご提案させていただきたいと思います。縦に長い産地でございます。コートド・ニュイ、コートド・ボーヌ、あとボージョレといった南北に大変長い産地でございます。下はフィサン、ジブレイ・シャンベルダンといった大変有名な村名の赤ワインから南のボージョレーに至るまで大変細長い地域にピノノワールを主体とした地場品種を受けられている、ワイン好きの方は必ずブルゴーニュの村名ワインを選ぶというぐらい歴史のある産地ですね。そうですね、こちら2000円、全品2000円でございますので、ブルゴーニュの中ではかなり手頃な価格でご紹介できるかと思います。それでこちら2016年のヴィンテージになっておりますので、ちょうど今一番の飲み頃のヴィンテージなのかなとは思います。なのでご自宅でカジュアルにブルゴーニュワインを試したいけどちょっと高くて手が出ないなという時に、このコトーブルギニオン、タストリウムのブルギニオンを選んでいただくと、さらに上のワインもちょっと飲んでみたくなるけど、これでも満足かなというワインにも楽しめますので、いろんなワインを楽しんでいただく時の導入部じゃないですけど、お試しの1本という形でぜひこちらブルゴーニュの入門編という形でご紹介させていただきたいと思います。8階サイズ場内ではお得なワインセットやワインにぴったりな美味しいお食事もご用意しております。11月12日から17日はぜひともお家で楽しむワインフェアへお越しください。今後もさまざまなイベント情報を発信いたしますので、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。